パリゴリンの陸上女子やり投げで金メダルに輝いた北口春と、卓球女子シングルス銅メダルを獲得した早田ひながチームジャパンの公式 YouTube チャンネルに登場。日本代表のジャージを着た二人のメダリストの交流にコメント欄は活況を呈した。フォト撮影でのランチタイムで一緒だった北口と早田。早田は食事をしながら北口に、バドミントンもやられていたんですよね。と質問。 金メダリストは、高校から陸上部、やり投げって危ないからあまり中学生の時は投げられなくて、高校生からしか投げられなくて、と説明すると、早田は意外な事実に驚きの表情を浮かべていた。さらに北口はやり投げのトレーニングとして、なんと卓球に取り組んでいたことを明かす。練習の時に、卓球するぞ、ってチェコ人のコーチが言い出して、笑い。 手首の感覚を養うために卓球をするって言い始めてと話すと、早田は目を丸くする。早田だけでなく、その場にいた平野美宇、張本美輪も驚きの表情を浮かべて北口の話に耳を傾けていた。